ニコ生配信者富士山で滑落の件について、なんかニコ生で配信したまま富士山でその滑って7合目あたりから滑って、でその亡くなっちゃったんですけど、なんか毎日新聞かなんかでその遺体は発見されたんですけど性別が判別できないような状態っていう、要はその人間って性別を判別するのってそんなに難しくないじゃないですか。その性別を判定する装置が体についてるわけで、でそこがわからないぐらいの状況の遺体が発見されたっていうぐらいなわけですよ。なのでまあどうなんですかね、あの多分遺体とかはなかったんで一瞬なんじゃないかなと。はい、そのなんか数百メートル落ちるっていうのと、あとそのまあ氷ってめちゃくちゃ硬いので、その硬いところをこうずるずると削られたり、その落ちて落ちた先でこう下が氷なのでそこでこう粉々になったりっていうのをこう何度もやって、まあ多分その部品のような感じになっちゃったんじゃないかなと思うんですけども。でなんか聞いたところによるというか、まあそのネットで見たところによると、そのまあ亡くなった人っていうのが司法浪人で40代で、でがんのステージ4だったらしいんですよね。でまあがんってそのステージ1,2,3,4ってあるんですけど、ステージ5ってないんですよ。要するにそのステージ4ってステージで言うと最高の段階で、まああの状況とか治療によってはそのステージ4でも寛解するっていう人もいるんですけど、若いと基本的にがんってその進行の速度めちゃくちゃ速いんですよ。の70代とかでがんになると、まあその細胞分裂もそんなにしないので、がんになっても10年生きますとかっていう人もいるんですけど、まあ若いうちでステージ4まで行っちゃうと、まあ進行も早いのでなかなか厳しいよねっていう状態なので、まあそういう意味でいくと、まあステージ4でよく富士山登れたなっていうのもあるんですけど、なのでそのなんか無謀なことをしたというよりは本人はある程度の覚悟はしてたんじゃないかなという気はするんですよね。でまあ遅かれ早かれ自分がその死んでしまうっていうのはまあ分かってたわけで、でそうするとその自分が好きなことをやって、でまあ死んで、まあそれが本望な死に方だったらそれそれでいいんじゃないかなって思うんですよね。直腸がんかなんかだったらしいんで、そうするとまあ食べ物食べれませんとかっていうので、まあなかなか辛い状況になっていくと思うので、その前に体が動ける状態で自分の人生を自分で決めたっていうのであれば、まあそんなに大した話ではないなとは思うんですけど、でただちょっと気になったのは、あのその動画消されてるんですよね。結局まあなんで消したのか僕が消したんじゃないんで分かんないんですけど、仮にあの動画ってまああの本人は消せないので多分運営が消したんだと思うんですけど、あれってあの動画のおかげでどこでどういう風に落ちたかっていうのが確認できて助けられた可能性があるんですよね。まあ助けられない可能性もあるんですけど、ただ少なくともその放送ができなくなった状態で、そのそういう遭難した人がいたよねっていう状態で、であの動画を見続ければどこで滑落したよねっていうことも分かったはずなんですよ。そのあの要は遺体で見つかったのって次の日の話で、実際じゃあその10メートル先でこけて気を失ってた可能性もあるんですよ。まあ、結果としてもう助からないよねっていう状態だったので、しょうがないよねっていうことで終わりになっちゃうんですけど、でもあれってひょっとしたら動画があったら助かったかもしれないっていうのもあるし、あとその本人が実際じゃあその消したかったのかっていうと、どうなのかなって思うんですよね。その、要は自分がそのみんなに見られた状態で、じゃあ富士山冬登りますっていう、冬に富士山登って死ぬ人って毎年毎年いるんですよ。なので、まあ、死ぬ確率もあるだろうもうすうす分かってると思うんですよね。あの夏に富士山登ったことがある人なので、その富士山登るのがどれぐらいきついかとかで、まあ、温度がどれぐらいやばいかとかっていうのを分かってたはずなんですよ。でなんか割と体も鍛えてた人らしいので、なのでそのなんか生き様をもし残したかったんだとしたら、なんかそれを消しちゃうのはどうなのかなと僕は思います。はい。